さあやっていきましょう。疑問詞で始まる疑問文をラストに見ていきたいと思います。さあ、どんな例文かというと、はい、これですね。教室に何人の生徒がいますかっていうことなんだよね。はい。じゃあ、ここでまず大事なのが疑問詞の部分なんだよね。何とかがいますかっていう部分はさっきやってるんで、はい、ここは何人の生徒がっていう部分、ここに疑問詞が使われてるんだよね。さあ、これなんて言った？何人の生徒がとか、数を聞くときの言い方。はい。これなんて言うかっていうと、はい。How many students ってことで、How many 何々っていう形を使ってあげると。中学1年生の最初で結構やったよね。何冊の本持ってる ?How many books とか。そんなような例文だったよね。はい。これでは何人の生徒がっていうことで、How many students っていう風に聞いてあげるんだと。で、これで何人の生徒がっていう部分でね。で、あとは、いますかって聞くんだから、はい。これは、今日習ったやつね。はい。どうするかっていうと、are there っていう風に持ってきます。これで、how many students are there in the classroom? 教室の中に何人の生徒がいますかっていう風な意味になるからね。OK。ここは重要なので、今日やったこの are there を含めた疑問詞を使った例文は重要なので、しっかりと押さえておくようにね。OK ですか？で、答え方いきましょう。10人の生徒がいるんだったら、このね、何とかがいますの書き出しで、there are 10とか、there are 10 students っていう風に答えてあげるようにね。はい。ということで、今回ね、疑問詞で始まる疑問文、まずこの一つしっかりと押さえてもらって、で、もう一個ね、プリントの下に、what is in the bag っていう例文があると思うんだけど、まあ、そっちはおまけみたいな感じでいいので、こっちをね、重点的に復習しておくようにしてください。はい。ということで、疑問詞で始まる疑問文終わりましょう。